次の聖書に進みたいと思います。第6章、地域のワールドシフト。ここでのテーマはグローバライゼーションからローカライゼーションへ。ワールドシフトにつながる地域とライフスタイルのシフトを取り上げます。谷崎さん、お願いします。はい、まずここでは、山崎亮さんのメッセージから始めましょうか。亮さんのメッセージを、コミュニティデザイナーの山崎亮さん、今日もちょっと地方に行かれているということで、こちらの会場にはお越しいただけないんですけれども、メッセージ、どうぞ。出ますか？コミュニティデザインの山崎です。山崎亮です。僕のワールドシフトは陳情とか要望とかするような市民が多い社会をですね、提案型で会話できるような人たち、自ら動くような人たちがいっぱいいるような社会にシフトさせていきたいなというふうに思ってます。で、特にこの先進国あるいは日本の問題かもしれないんですけれども、これまで長い間税金がたくさん納められてきたりとか、行政ができることがいっぱい増えてきたということの中で、公共的なことについてはもうほとんど役所がやってくれるんだろうという気持ちになっている人たちが非常に多くなってきている。で、これはいろんなその、地域の社会という意味ではいろんな弊害がこの中に出てきてますね。だからもともとは道不信なんて言われるみたいに、みんなでこう道を作っていったり町を作っていったりということを それぞれの地域の人たちがやっていたはずなんですが、ある時に、税金もたくさん手に入るようになったことだし、行政がそれやりますよって言ってアスファルトをこう引いてあげたりとかですね、いうことになる。で、そうすると多分その当時の人たちはものすごく感動したんだと思うんですね。うお、ありがたいと、こんなに綺麗な道にしてくれて、もう穴が開かないし、掃除するのもやりやすいし、水たまりがたくさんできるようなこともなくなってきたと、車も通れる、喜んだんだろうけれども、だんだんその息子の世代、さらにその息子の世代って代々行くと、そこに道があることは当たり前で、むしろそこにちょっとひびが入ってんじゃないかとかですね、落ち葉が多いぞ、ちょっと掃除しに来いって行政に電話したり、でそんな人たちがこう増えてきちゃう。で、こう、税収が上がったりですね、高度経済成長期だったりバブル期だったりってして、こういろんなお金が行政に集まるようになってくると、あたかも公共的なことは全て行政がやることのように見えてきたんですけれども、元を正せばそうでもなくて、いろんな人たちが出し合って町をマネジメントしてたんでしょうね、力を出し合って。で、それがこれから人口が減少していく世の中になって、で生産年齢人口特に少なくなってきますから、税収がそんなに思うように伸びない、こう腹筋もそんなに多くないという時代になってきたら、実はかつてと同じようにみんなで町をマネジメントしていくということが非常に大切になってくる時代になるだろうというふうに思うんですね。ところがみんなの気持ちの中では、もう今までのように陳情要望すれば何かやってくれるんだろうという気持ちのままになってますから、これをシフトさせない限りは町の人たちが生き生きと自分たちの町をこうマネジメントしていくという状況にならないだろうと思うんですね。で、ここが実はつながりとすごく大きく関係してまして、自分一人で何かやるというよりも、町のことをみんなで一緒に集まって何かやるというところに人のつながりができてきて、結果として良質なコミュニティが一つずつまた誕生することになって、このつながり自体が個人の生活に返ってみれば、誰かとちょっと相談したいなとか、誰かに手伝ってほしいなというふうに思うような支え合いだったり絆だったりというものを作り出してくるようになるという気がするんですね。だから物の手順としては、そういうつながりとかを作るためにコミュニティというよりは、みんなにとって共通の課題だというところに対して、みんなでこうつながりながら協力し合いながら活動していく。で、そこでできた人間関係が副次的に誰かの役に立っていたりとか、相談に乗ってあげたりとか、勇気づけたりとかっていう関係性になっていくというような社会を作っていく、そんなお手伝いができたらいいなというふうに思ってますね。ほとんど今ので答えになってるかもわかんないんですけども、山崎さんにとってコミュニティデザインっていうのは一言で言うとどういうことなんでしょう？人がつながる仕組みを作るデザインでしょうね。はい、山崎亮さんからのメッセージでした。
ここに来て本当に今までの6つのテーマが緩やかに結びついてるかなと思うわけですけれども、僕自身放送作家で世界をいろんなところを旅してきて、エコビレッジと言われてるところ僕15年ぐらいいろんなところ回ってきてるんですね。でその中でやっぱりエコビレッジができるところというのは、日本では大概どこの場所でも行政があるんだけども、海外だと行政がない砂漠のようなとか荒れ地のようなところにまず人々が住もうと考えたら、そこに水を引いて同時にこの行政そのものを住民が立ち上げていくみたいなプロセスから始めたりとかするんですよ。日本はむしろ日本の津々浦々まで行政がまずあって、むしろそこから人がいなくなって過疎化が進んでるみたいなことが問題なんですけれども、逆にそういうような、限界集落と言われているような場所に入っていって、そしてそこを本当に新しい一つの、エコビレッジというよりもさらに突き抜けて、もう一つの共同体まで持っていこうぐらいなパワーがある人がおります。ちょっと紹介したいと思っております。上山集落で耕作放棄地、岡山県ですねの耕作放棄地のところに入っていって、そこを活性化の第一人者となりました西口和夫さんです。よろしくお願いします。こんにちは、西口と言います。普段はカッチと呼ばれているので名字を呼ばれるのはなかなか慣れてないんですけども、今日は独立国家というキーワードで喋りに来ました。まあこれをたくさんの方が見られてて、おそらく三馬坂氏も見ていると思います。勝手にこいつ何言うとんのかなと、関係あらへんと。要は国家っていうのはもともと何だったっていうのが、まあ僕はちょっといろいろ考えたいんですけど、皆さん日本国に住んでますよね。岡山県なんですよ。美作市なんですよ。上山4つ縛らされてるんですよ。わかります？4つの呪縛の中におるんですよ。じゃあ自分がやりたいねと思ったことをまず上山に言わないかんよね。上山に言ったこと三馬坂氏に言わなあかんよね。三馬坂氏今度岡山県に言わなあかん。強いては日本国に言わなあかんんですよ。ここを考えた方がいい。なんでいちいち言わなあかんねん、自分の村のことばっかじゃねえのっていうことですよね。自分の村は自分で作るんですよっていうところにやっぱり落とし込んでいく。で、私最初こんなこと言ってませんでした。要は100ヘクタール8300枚あるんです、うちの田んぼ。 95% 耕作放棄地でした。こんなこと誰がやんねんと。僕も最初言った時無理できない思いました。でも実は田坂さん、ソーシャルアンドプレーナー藤沢久美さんと立ち上げた時ぐらいから僕はすごくそういうチャンネル同じことを考えてましたね。LLP を立ち上げました。ルルプって僕らは言ってます。 LLP 関西人ですからアホなんですよ。ルルプって後でもしかしたら写真撮るときはやってもらいます、皆さんに。これ安倍昭恵さんも当然やりまくってます。彼女のソーシャルメディア見てください。彼女は邪魔くさいからラブって言ってるって言ってますけど、僕らはルルプ、要はフラットにつながろうよと。総理大臣の奥さん関係ないじゃない、一人の人間ですよ。安倍晋三さん関係ないじゃない、何が総理大臣、人間ですよ。辞めたら普通の人間ですよね。田坂さん人間ですよ、人間ですよねやっぱりね、その辺の価値観をやっぱり私たちはシフトしないと、全部自分ごとに落とし込んでいかないと世の中なんて面白くなりません。 TPP 機密法いろいろなのも票で決まりました。受け入れるんですか、何でもかんでも票で決まったら受け入れるんですか。うちの国はノーです。誰が監視する国に、こんな忙しい田舎の山の中へね、誰が来るんですか。どうやって監視するんですか、警察もおれへんのに。実はうちの村は水谷浩二さんにデザインしていただきます。全てこれは国旗です。
上山集落っていう、まあ、楽しいが集まるところ、メリーランドを作ろうということで国旗を作っていただきました。でこの国旗の意味すること円なんですね、サークル、まあ、みんなフラットに中を向いていこうよ、楽しいことを集まるところを目指そうよ。で考え方コンセプトは競争する社会から競争しましょうよと、お互いにできることをやればいい。例えば一番分かりやすいことで、僕トラクター乗るの大嫌いなんですよ。だからトラクターは乗れるけど乗りません。これなんでかというと嫌なことしたくないんですよ。私がしたいのは耕作放棄地を血流しながら草を刈って燃やすことなんです。どうなると思います？今こんな感じです。棚田をちょっと見た感じで石垣が出ています。江戸時代、弥生時代からずっとやってたものが、 石積みは江戸時代ですね。これがブワー出てくる瞬間鳥肌立ちますよ。野焼きのこと言ってるんですね。野焼きですね何のことやら、はい、分かんないです。あの耕作放棄されてるところが、はい、もう草にボーボーになってるってわけですよね。それを、まあ、野焼きをしたということですね。野焼きです。あのうちぐらいです、あんなむちゃくちゃやってるの。違法です。うちはあの法律がないので。さてこ の,、ま、この絵を見てですね、これ水谷さんとこの、涼子ちゃんに書いていただきました。で水谷さんが最終的にチェックしてメリーランドの、マップを作っていきます。これを見て、ああ夢がやるよね、私ここで何かしたいよね、思えない大人はダメだと思います。テキストベースで形があって全部幾何学模様のものが一体何の意味があるんですか？本来社会というのは R なんです、円なんです。要はいろいろ曲がってるんですよね。水平垂直なんて意味がない。棚田見てください、すべて R です。補助整備して四角にして、まあ、構造成長で必要やったかもしれない、全部決壊してますよ。耕作放棄地したらあんなもん、あんなあぜ一発で崩れますよ。うちの棚田は石垣です、崩れない。これは先人の知恵なんです。こういうことをやっぱり私たち大人は分からないといけない、価値を。じゃあここで今何があるか、あ戻っちゃいますね、すいません、これ戻れませんか？戻れ、あの実はヘリポートがございます。開けて勝手に進むんですね。あのうちは法治国家ではないのでヘリポートで移動です。道はセグウェイで移動してます。法律違反ですよね、日本国やったら。うち日本国じゃないので、上山集落国ですから軽トラ後ろにみんな乗ってね、ここへ来ると全員軽トラの後ろに乗りたがります。特に東京のセレブリティの方は大好きです。軽トラ乗ったことない人がもうキャキャと喜んでるという。で私はまあアコに古民家150年の古民家を利用して住みながら、こういうね、面白いのをもうどんどんおじいちゃんにセグウェイ乗らして、水路もセグウェイで行って、で警察も見て見ぬふりです、一応いますけどたまに。でもこういうなんか、あ楽しいよね。でも楽しいだけじゃ再生なんてできません。私はキャッシュがいると思います。できたら地域通貨、これテトラさんと一緒になって、レッツシステムとかいろいろ取り込んでいきますけども、この先に何があるか。例えば私たちのお米、今年セブンアンダーアイでスマップギフト草薙くんが売ってくれました。どこへ、1票17万5千になりました、6年目で。あれ難しいですねこれ、あこれはい、1票17万5千の米なんてそう食わないですよね、普通の人はね。でもこれはギフトなんです、志をいただいてるんです。私たちが儲けてもう売りまくったろう、そんなことは全く考えてない。要は志をまた棚田再生に生かそうよということで17倍の値段がついてます。ということは市場マーケットセブン&アイが認めたんですから、マーケット価格が設定できますよね、ブランド米です。ここから何が作れるか、お酒作ればブランド米ですよね。中田さんに売ってもらったら3万円になるかもしれないね。ビール作れば地ビール作れますよね。いくらでもギフトは作れます。じゃあもう時間がないので次いきます。究極は
ロックフェラーのデイビッド会長ですよ。これ会えますか普通。アッキー会わしてほしい。僕は尊敬の念を込めてアッキーと呼んでます。アキエさん、アキエ夫人をですね。結構仲良しです。はい、結構いつも飲んでます。で隣にイウエミナコさんで、お隣にデイビッド・ロックフェラーとスーザン・ロックフェラー。何を始めようか。寄付してくださいと、100億くれと、もらえると思います。おそらくこれ何かというと、普通私都会でですね、もともとゼネコンに言いました、こんなビルばっかりやってたんだ、もうええやろと。なんであの大震災で自分たちが一生懸命作った桁がこけてね、膨張ってあんなもん超えますよ。1メータープラスアホかいう話ですね。僕に言ったら、僕は建築家ですから予想できないんですよ。自然っていうのは、自然に対して壁を作ったところで、まあ防止はできますけど超えてきます。それぐらいのやっぱりすごい、あの自然のエネルギーなので、じゃあ自然とやっぱり対等に付き合っていく、やっぱり自然に感謝をして神様に感謝をしてと、そういうところに私たちのやっぱり考え方を持っていくべきで、最終的にそういう地域頑張ろうっていうところに、リバースさんとこういう出しちゃったけど、それとちなみに、実は言ったらあかんと思うんですけど、日本ユネスコさんと連携を始めます。はい、あの未来遺産っていう形のものがおそらく来週登録されるはずです。確定は言いません、あえて。はい、ということはおそらくいろんな世界のいろんなチャンネルの人たちとこうやって今日の円卓を囲ってここに来られてる方とつながることによって、ローカルこそいろんなことがやるチャンスがあるんだよねっていうことを私は本当に身をもって体験してますし、私がこんなところで喋らせていただくことはまずありえないことだなと思って、今日はまああえて出てきましたけど、あのこうやって皆さんとご縁をいただけたことに本当に感謝したいものをしております。どうもありがとうございます。勝さんと多分これあのそれぞれね、一つの国と考えた時に、じゃあそこのところの経済どうするか、教育どうするか、メディアどうするか、それからまあ自然をどうするか、社会どうするか、老人どうするか、全ての問題がその集落にあるわけですよね。それを住民の合意形成と、によって進めていくっていう、そういうことだと思うんですけどね。そういうことですよね。あのなかなかね、100ヘクタールこの村1個で住民と合意形成できるところはできてるところ僕はないと思います。そういう意味ではちょっとやばいですね、この上山は。あの僕もいろんな、ね、あのエコビレッジを見ていくんだけど、なかなか日本でエコビレッジのモデルになるようなところはなくて、あのここは僕すごいあの一つモデルになるんじゃないかなと思ってすごい期待してるんですけど、まあ、そう思って僕この前カッチさんのところに、まあ、行かせてもらったら、まあ、テドラさん、あの、まあ、木を切ったことありますかって、まあ、言われたんですね。僕はあのもともと環境のテレビ番組とかいっぱい作ってるので、里山、山が荒れてる、間伐材がどうのこうのっていうのは全部知っていて、番組でも喋ってたんだけど、そういうことを要件喋っている僕だけども、テドラさん実際に木を切ったことありますかって言って、チェーンソーを渡しますから切りますかってまあ言われたんですよね。で僕はあの、じゃあ切らせてくださいって言って、一本翌日木を用意しときますってカチさんに言われて、一本自分の木をまあ切る、生まれて初めてこう一本の木を切るんですけれども、その時にカッチさんがね、この、まあ、僕の年齢、まあ、あのもうすぐ50ですけれども、まあ、僕が生きてきた年齢と、まあ、同じだけの年輪の木を切ってくださいって、まあ、言われるわけですよ。で、まあ、それを、まあ、切る、やっぱあの生まれて初めて、それはあの本当に深い感情がやっぱ生まれたんですね。そういう きっかけをカッチさん与えてくれたんですけど、まあ、そこによってこのなんかこうようやくそこの棚田の中に足を入れさせてもらえたかなって。でその時に次に来た時はこの、何でしたっけ、イノシシ、鹿でしたっけ、鹿が吊るしたんですよ、一匹ね。でこの鹿さばいてくださいって言われましたね。なんかそういうもうなんかあの懐かしい未来ってね、あのさっきこの田坂さんもねおっしゃったように、この何か本当に僕たち体験したことないんだけど、あの懐かしい何か
でこの実はセッションの打ち合わせをこの田坂さんとねこうさせてもらっていた時に、カッチさんってこういう人でこんな話をしてもらおうと思うんですって話をしたら、テトラ君これは地域のシフトじゃないねっていうふうに、田坂さんおっしゃって、これは人間のあり方のシフトっていうことをここのテーマになるんじゃないかいというふうに田坂さんがおっしゃられて、なんか本当にそうなのかなとちょっと思ったんです。私は西口さんの話まだまだ聞きたいなと思う心境なんだけど、ただ時間もね限られてるんであえて申し上げると、やっぱりね都会生活してるとやっぱり全部便利になっちゃうから、我々のなんかその原初的原始的と言ってもいいんだけど何かが消えていくんですよね。で私は実は若い頃ワンダーフォーゲルっていうクラブにいて、山登るっていうのはささやかなことなんだけど、でも自分で何から何まで飯火を起こすのからね、豪雨の中でもマッチ一箱あれば火が起こせるようなことを訓練を受けるわけですよね。でそういう素朴なことってやっぱりすごく人間の、ね、根本になるんだと思うんですよね。ですから私はもちろんこれいろんな角度で議論できる話なんだけど、我々現代人ってぐるっと待って、やっぱりさっき懐かしい未来じゃないけど、あまりにも分業が進んできて自分がやることって社会の中のごく一部だけで他は全部社会が提供してくれるという時代を一回経験してきた人類が、もう一回人間が全体性を回復していくようなね、そういう時代に入ってるんだろうと思うんですね。でその人間間のシフトみたいなことを見つめることなくですね、あんまりその未来をやってみても何かが欠けてるなという感覚がすごくあるんですよね。ですからもちろん誰もがこの里山みたいなね場に行って何か入れるわけではないんだけれども、西口さんが我々にこう教えてくれているものは正面から真摯に受け止めてみるべきだろうなと。例えば木一本切ったことあるのかとかですね、やっぱり本当に山というものを黙々と歩き続けるだけで何か我々学ぶものがあるんですよね。さっき長野さんがちらっと言ってたと思うんだけども、自然というのはものすごく我々に言葉を超えたものを教えてくれる、この素朴なことがやはり今の日本のいや世界のと言ってもいいんだけども、我々の学びの中から抜けてると思うんですね。次のセッション学びなんでね、あえて申し上げると西口さんの話の中で私は非常に学ぶことがあるなと思いました。はい。で、そんな西口さんは岡山の、上山ですけれども、そのちょうど向かい側なんでしょうかね、西粟倉というところからもう一人大島さん来ていただきました。カッチさんからじゃあ大島さん紹介してもらってもいいですか。本当に車で1時間ぐらいのところに、もっとうちよりもっと寒いところですね、はい、日本海行く手前なんですけど、そこで言えば牧大輔っていうのとね、いろんなコラボをして、で家具をで彼は小物を言うと怒られるけど、家具をね、奥様は空間をっていうパートナーシップを結んで、本当に素敵なご家族を持たれている大島さんです。どうぞ。ありがとうございます。皆さんこんにちは。私の住んでいる西粟倉村は人口が1500人、森林が 95%、 たった 5% しか人が住んでないようなところで僕は家具職人をしてます。ちなみに鹿は大体3000頭います。なんで一人の人間に会うよりも2頭鹿が会えるような、そんなところで実は僕はわざわざ移住をして家具工房をすることにしました。出身栃木です。もっと都会でした。でもわざわざそこで移住して家具工房を作って、しかも家まで買っちゃって、しかも床がないんですよ、古くて古民家だから。で今活動してます。それはこれをやるためなんですけども、私がしたいこと、これは、拡張家内製紙工業っていうのをしたいんです。今日は都会に来るということでちょっと難しく、書いてみました。田舎者とバカにされないように、これ何を言いたいかというと、本当にど田舎ですよね。そうなると僕たち若い人間がご飯を食べるのも大変なんです。だけど僕らがやりたいことは何かというと、ここの皆さんにかなり関係することです。皆さんと10年後、20年後、30年後、50年後、綺麗な森を一緒に歩きたいっていう思いをすごく持ってます。今日本の森が荒れてるっていうのを知っている方は手を挙げてください。知ってますね。それを解決しようと思っています。ただ僕は家具職人なんで家具を通じて、
そう思ってくれた仲間が西アクラソンに今5名増えました。それはもう社員とかじゃないんですよ。拡張家族なんです。もう家族なんです。もうお味噌汁も作ってくれれば家具も一緒に作るんです。そういう仲間同士で今皆さんと、将来きれいな森を歩くために私たちがチャレンジをしていることをちょっと紹介します。プレゼンテーションお願いします。仲間たち、いい顔してるでしょ。どいなかですけど、もうみんないい顔してるでしょ。最近実は娘も生まれまして、一人増えました。僕らはこういうものを作ってます。これが将来皆さんと森を、歩くために、きれいな森を歩くために必要な私たちのチャレンジです。なんだかわかりますか？これは勝手です、ヒノキという木で作られた家具です。私たちは一つ奈良という今まで家具でよく用いられてきた素材からヒノキという素材に変えることにしました。これなぜかというと、使いすぎて奈良がなくなっちゃったんです、日本に。でヒノキっていうのは大量に余ってるんです、日本に。だからヒノキを使おうよというふうに言いました。で僕はあんまり賢くないので、ヒノキで家具作ればいいじゃんって、前の会社で言ったら、できるわけないじゃんって言われました。68名ぐらいの70人の会社で、なんでかというと、ヒノキで家具を作った実績はないんですよ、日本には。世界にもない。なんでかというと、ちょっと見てください。これ赤いとこがヒノキが生えてるとこです。紫色が家具が生まれたとこです。全く生えてないんですね、ヒノキが。なのでヒノキの家具はできないよって言われてます。しかも奈良の木は硬くて、ヒノキの木は柔らかい、だからできないと言われました。ただ一個だけ希望があったんです。世界最古の建物は何ですか、皆さん？法隆寺ですね。法隆寺で一番ちゃんと持ってる木はヒノキなんです。だからできるんじゃないかと。まあ、この辺の単純さが僕の村に行っちゃうバカさも象徴してると思うんですけど、と思って1年半、1日15時間研究してみました。ひたすらに。そしたら、なんとですね、見っけて、はい、こういう家具が作れるのが、見つけてしまいました。実際に家具を作るノウハウを見つけました。1年半15時間やってたら。それでこの家具ってのはすごくスタイリッシュなことができます。いろんな文字が抜けてますね。戻るかな。よいしょ。でヒノキの家具って細いのができないって言われたんです。すごく太くしないと壊れちゃうよって。大丈夫です、スタイリッシュなものが作れるようになりました。でその技法を1年間かけて、見つけることによって、山で今左下の写真見てください。真っ暗ですよね。ヒノキが余ってるんです。なぜかというと使い道がないからです。使えます。家具なんでたった2メーターで付加価値をつけて出すことができます。それを使って、私たちは森をきれいにして皆さんと将来きれいな森が歩けたらいいなってのを真剣に考えてます。で最後に、それをこの家族とですね一緒に皆さんやりますんで、拡張家族のこの木工房およびにぜひ会いに来てください。その森にも会いに来てください。で最後にもう見てください、このうちの村にある100年間大事に育てられてきた森なんですよ。きれいじゃないですか。嬉しいんですよ、ここ行くと。こんな森を、まあ、テトラさんだったり、テトラさん一緒に森を将来歩きたいですね。田坂さんだったり、田坂さん一緒に歩きたいですね。長野さんだったり、もうかっちゃんもすぐにでも。で、せっかくに伊勢谷さんだと思う。皆さんと、こんな森を皆さんと、もしくは皆さんの子供たちと歩けたら、それはもう幸せだろうというのを、僕らはいろんなことの取り組みがあるでしょう。僕らは家具で。で各でやってこの村でいろんな職業が生まれていって、早くこの森を作って皆さんに来てもらいたい。そんなことを人口1600人、 95% 森林の村で真剣にやってます。ちなみにこのヒノキの家具は世界で初めて私たちがこのスタイリッシュのを開発しました。イギリス、アメリカ、イタリアではすごい高い評価を受けてます。田舎でも世界に向けてヒノキの家具を作ることができるっていうのを明日から作りながら実証をしたいと思います。なんで皆さん森に遊びに来てください。応援してください。ありがとうございます。大島さんありがとうございました。
あのヒノキが日本にしか生えてないって知ってた方いらっしゃいます？ほとんどね、僕もヒノキって一般的な木なんでね、あのもっとたくさん生えてるかと思ったんで、彼があったらヒノキは日本にしか生えてないんだと。似たような種類はあちこちにあるけど、日本と台湾でしたっけね、台湾のあたりに生えてるだけなんだということ でそれを使った家具っていうのがありそうでないんだっていうことですよね。で実際そのもっと太い木だったら大丈夫だけれど、その北欧のようなね、その細身の家具はまあ彼が本当に作って、僕も実は工房行かせてもらって、そこでもう本当に苦労していろいろやっているところを見て、まあ、もしかしたら日本の経済の話とかアベノミクスとかいろんな話はできるんだけども、実際に日本再生を成し遂げるのは彼のようなね、あの努力なんだろうなってことをすごく感じて、で、まあ、彼のところに、まあ、取材に行っていろんなことを学んだんですけど、僕の方からは何も与えられるものはなくて学ぶばっかりみたいな感じだったんですけどね、ありがとうございました。わざわざ、ね、こちらまで来ていただいてありがとうございました。はい、じゃあこのセッションどうしましょう。少しまとめトークをしていきたいんですけれども、どうしましょう。熊野さん、この辺、熊野さんも西和倉とか、もともと西和倉って熊野さんが開拓した場所ですよね。はい、10年ぐらい前ですけど ね、そこに今あのカッチも行ったあの牧大輔とかね、若い連中がそこ行って、今流行りのソーシャルファンドの始まりが教員の森ファンドというのを西和倉でやって、半年間で2500万ぐらい集まって、で公益林業の下地ができたんですね。でその時もあの大島君来たんですけども、もうね最初ものすごい悩んでたよねどうなるんですか僕みたいな顔をしてたんですけど今日の自信満々の仕事は大したもんだなと、やっぱ現場力というのはすごいなと。今の100年の森もですね、あれ6月頃にあれ構造の花が咲くんだよね。構造の花がね一面に咲くんですよ、はい、あの紙とかを作るんですか。そう、はい、でそういうのがやっぱり無形性の財産なんですね。でも今の林業いうのは流木、まあ、たった木一本いくらかける何本で山が売買されるんです、はい、でも構造の季節の空気、はい、あれは0円なんですね。でそれを彼は形にしていこうということをやってると思うんですね。で加地さんの上山なんかはね、これもあの財団の融資の第1号番目ぐらいなんですよ。あ、そうなんですか。加地さんも融資でもね、彼はねしたたかなんでね、はい、もうほとんどお金より財団が持ってるネットワークを欲しいいう作戦でねであの時もこう本当に出典抜刀されたんですけど、仲間が仲間を呼んで、仲間が今の上山を作って、また新しい仲間が新しい変化を作っていってると。それは西原も同じことが今生まれてますね。あのカッチさんのさっきの国旗とかを作ったあの水谷さんは今今日もいらっしゃってますよね。あのちょっと お立ちいただけますか。あ、水谷さん、あのアートディレクターアートプロデューサーとしても有名で、あの今日あの、ロビーのところにいくつかあの置いてますけども、笑顔の傘ですね、 ありますね。この笑顔の傘のプロジェクト、これあの被災地のところとか、僕はあの水谷さんとあのリオプラスっていうあの地球サミットのねリオデジャネイロのところに一緒に行って、これをインスタレーションさせてもらったことがありますけども、はい、一言。だと思います。なんか子どもたちの笑顔のためにいろんな問題を解決していきたいなと思っております。はい、ありがとうございます、はい、結構あのものすごいいろんなあのデザインをされているあの有名な方なんですけれども、はい、あのこういうソーシャルな活動ではあの笑顔の傘で有名でございますね、はい、ありがとうございます。あの地球サミットの時ありがとうございました。あの地球サミットの最後の、本会議場にあの号外っていうか新聞が出まして、その最後の新聞にこの傘 の記事が出てまして、それ の言葉がですね、権力と希望の狭間でということでした。だからいろいろ、まあ、あの政治家とかの権力の中でもやはりなかなか解決できないけど、やはり一般の人々 の希望が
やはり多くの問題を解決するということをまあ、サミットでも言っておりました。やっぱり一般の人のこう希望がなんか大きな問題を解決して、なおかつ子どもたちの笑顔が本当に花開く地球になるということが大切かなと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、カチ千人タップ、カチ、実は棚田が8300枚あるもんですから、で去年サンデーモーニングの特番にたまたま出させていただいて、世界一周から帰ってきた朝木っていうやつがですね、タップでやってるんですけどって言うから、教えてくれやみたいな話、なもう次の週ぐらいにもう移住してきてですね、でじゃあいっぱい棚田があるから1000枚でタップし、1000人でタップしようぜっていう話になって、今年1回目初めて、水谷さんの笑顔の傘300本ぐらいと、で、出演者150人ぐらいで、まあ、450人ぐらいですけど第1回で、来年はいよいよ1000人超えてもう1万人に行こうかという、まあ、そういうちょっと、はい、結構たけしさんのドラマ、テレビ番組とかに取り上げられてますね。はい、ありがとうございました。じゃあカッチさん、どうもありがとうございました。はい、はいはい、それでは最終章です。第7章、学びのワールドシフト。